皆さん、こんにちは。ネットビジネスアナリスト、横田修林です。今日もネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい。今日は2024年10月6日日曜日になりました。今日はですね、週末ですので、恒例企画ということで、今月以降に行います弊社が主催していますネットビジネス研究会、そして今月以降のセミナーや講演の予定などを紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。えー、いつもであれば、YouTube のメンバーシップ、 月額1 9 0円から学びますデイリー会員に入会していただかないとですね、動画をですね、15分間フルにご視聴いただけないというサービスになっていますが、 今日はですね、最後までご視聴いただける日となってますので、ぜひお付き合いいただけば嬉しいなと思っております。はい。ではまず最初にですね、今月に行いますネットビジネス研究会、こちらの案内の方からしていきたいと思います。ではご覧ください。どうぞ。はい。今回はですね、こちらです。10月25日の金曜日に行います。えー、時間はいつも通りですね、18時から21時ということで行うんですけど、はい。行うんですが、まあ、内容はですね、あの、まあ、いつもお話してますけど、テーマは決めてません。 で、事前にですね、そのテーマがこうだから参加してもらいたいという形ではなくてですね、とにかく私の一番今考えている最新のネタとか、最新のノウハウとか、アイディアとか、お話を聞きたいという方のためにやっている会なので、あの、その時僕は思いつきで喋りますので、3時間ですね、あの、 一切、こう、なんていうかな、アドリブで喋るって感じになっているので、特にテーマは用意してないんですが、まあ、とは言ってもですね、いつも僕がこの YouTube の動画で話している内容をもう一回お話するんでは意味がないので、なるべく話してない内容で3時間話そうかなと思っているんですね。なので、15分の動画を毎日ご覧いただいていると、それプラス、 もしくはそれにない内容を学べるので、非常にですね、価値が高いと思っています。というのは、結局15分の動画っていうのは、15分の動画にするまで僕が実際使ってみたり、ノウハウをですね、貯めてきたものを分かりやすく解説しているので、もっと新しいものとか、もっと動画になってないものとかですね、小ネタとかっていうのは入ってないものがいっぱいあるんですね。それらのものがまあ学べる。そして、それをですね、実際、ズーム通しで行いますので、 リアルタイムに質問したりとか、何か聞いたりするってこともできますので、まあ、そういう点でもお得かなと思っているサービスをやっています。こちら弊社がやっていますネットビジネス研究会のセミナー会員、スカイプ会員の方が参加できるようになっているんですけど、こちらのもののですね、ちょっと説明をいたしますと、こういう感じになっています。出ますでしょうかね、こちらですね。 はい、えー、こちらです。えー、セミナー会員、スカイプ会員、えー、月4190円のコースか、月5400円のコースの方に入ってくださいと。まあ、5400円のコースだと、スカイプ会員までが入っているんですけど、このセミナー会員からで大丈夫です。4190円が高いか安いか問題があるんですけど、まあ、通常ですね、まあ、僕、セミナーを開催するときは5000円で開催しているのが、約ですね、まあ、2割引きぐらいの値段でできます。まあ、ちょうど2割引くと4000円になりますよね。 それに190円が乗っかってると思ってください。190円というのはこのデイリー会員なので、デイリー会員の特典は含んでますので、セミナー会員の方に参加していただけるとですね、毎日の動画プラス、それ以来、それ以上のですね、このセミナーのズーム参加もできるということなので、お得かなと思います。もちろん、このセミナー会員の中には、ムービー会員の特典になります、毎日今、月2本ぐらい上げてますけど、のセミナー教材も含んで、過去の動画も学び放題で、 4,190円なので、お安いかなと思ってます。とにかくね、その新しいネタというかですね、新しい教材作るだけで大変なんで、これあの、毎月2本ずつ作るって偉いことなんですけど、これも含んでの値段なので、まあ大体あの、1本出すと5,000円で販売してるわけなんで、それ2本あったらもう1万円なんでね、どう考えても安いんで、ぜひ皆さんね、セミナー会の方に参加いただけば嬉しいなと思っています。で、そこからさらに、プラスですね、1,210円。 ですね、足すとスカイプ会になりますから、まあ、言ってみれば、1210円で月1回ですね、30分でありますけど、僕にスカイプやズームを通してアドバイスを受けることができるので、これはかなり安いですで。なぜかというとですね、僕は今ですね、あの1時間1万円で単発のコンサルティングをやっているので、まあ、これ30分だとすると5000円ですから、5000円の内容をふ、もうほぼこれが5000円内容みたいなもんじゃないですか。 なんだけど、そこにこれらが全部入ってるわけなんで、どう考えても安いんで、あの、単発で受けるぐらいであれば、僕の会員になった方が安い。まあ、ただね、30分しかないっていうことと、そして、皆さんが時間を決めることはできなくて、僕の空いた時間で設定してるのですね。自分の好きな時間で、そして30分じゃなくて1時間とかですね、ちゃんと受けたいよって方は、もちろん、この単発コンサルティングとか、通信コンサルティングとかを受けるっていうメリットはあります。通信コンサルティングになると、 これはあの無制限になりますから、スカイプとかメールとか無制限になるので、そういう点でもお得なので、これはこれでまあメリットあるんですが、ネットビス研究会の方もよかったら入ってみてくださいと。 いうことで、えー、今月も行いますので、よかったら参加してみてください。で、今月だけ参加してみて、とりあえずね、お試しで参加してみて、面白くなければ、1ヶ月で抜けるって形でも OK です。これ、あの、YouTube のメンバーシップの使用上、簡単にね、あの、入ったり出たりができるので、あの、ぜひよかったらですね、あの、お試しで入ってみていただければと思います。 はい。というのを行いますので、10月25日金曜日なんですけど、今回ですね、僕あの、鹿児島に出張に行ってまして、で、鹿児島の商工会議所で昼間公演した後、ホテルに戻って、ホテルから配信になりますから、これ久しぶりですね。あの、事務所じゃなくて、出先から、あの、やるのははじ、かなり久しぶりかなって気がしてるので、まあそういう鹿児島話も含めですね、お話できるかなと思ってますので、楽しみにしておいてください。ということで、参加お待ちしております。 はいでは、ですね今月以降のセミナー講演予定ということで、まずはですね気になるテーマありますので、そちらの方から紹介していきたいと思います。はいまず1つ目なんですが、こちらですね、これ、今月なんですけど、行うセミナーがありまして、これ、日本テクノセンターさんで主催なんですが、10月29日の火曜日の10時半から17時半という、ですね非常に長丁場ではあるんですけど、この中で行う内容が出ているんですが、 まあ最新 AI ですね。 えーまあ、チャット GPT を含めですね、えー、クロードとか Google ジェミニーとかですね、いろんなそうう先生が出てきたので、これらの機能について解説するというものが行われます。これはですね、とにかく長丁場なので、いろんなノウハウをですね、えー、解説するものになっているので、よかったら参加ください。これ結構高いんですけどね、よかったら申し込んでいただけばと思います。えー、こちらのものがです、ね、あります。これはあの先,先月、ね、お話しいたしましたねで。今月紹介したいテーマはこちらになりますということで、 ますでしょうか、はい、ウェブ解析士協会さんは和歌さんの方で行いますエキスパート講座の方に参加することになりました生成 AI が変える SEO 対策と SNS 反則というテーマで最短で結果を出すデジタル戦略っていうことで行います2回講座になってまして11月4日20時から21時30分の90分間そして 2回目が11月26日の火曜日の20時から21時30分。両方ともズームで行いますので、気になる方はですね、ぜひ申し込んでいただければと思うんですけど、で、こちらのもの、ね、はちょっと時間がね、僕的に短いんです。本当はそれぞれ3時間ぐらい欲しいんですけど、90分しかないので、ただ、ウェブ解析士協会さんの皆さんって結構レベルが高い人も多いので、まあ、チャット GPT とは、あと生成 AI とはっていう話なしにいきなり本題から入れるので、まあ、あの、ポイントだけですね、喋れるんかなと思っています。 はい、こちらのものを行いますので、よかったら申し込んでいただければ思ってるんですけど、で、まずね、あの、初回が SEO 対策の話ですね、がありまして、で、2回目が SNS 反則の話ということで、生成 AI を活用すると、ここまでね、 えー、反則とか、えー、SU 対策ができるんだよということについてお話しいたしますので、ぜひですね、えー、参加を待ちしていますということで、えー、行いたいと思っています。はい、よかったらね、申し込んでいただけばと思います。で、この内容をですね、あの、PR タイムズの方にプレスリリースをですね、ウェブ解析士協会さんが、えー、打っていただきました。ありがとうございます。で、これによってですね、いろんなとこが記事として取り上げてくださっています。まあ、というか、 PR-Times からの自動連携になってるんですけど、ちょっとね、ワンタブでまとめてみたんですけど、ちょっと順番に行きますとですね、はい、これちょっと全部開いていきますと、まずですね、Cnet Japan さんの方から始まりまして、ちょっと順番に見ていきましょうか。はい、Cnet Japan さんの方のニュースですね、今回の内容が告知されています。さらにはこちらですね、II ってこれ名前が面白いんですけど、II さんの方にも、 はい、今回のニュースが出ています。そして、ビッグローブのニュースの方にも掲載されています。でなぜか、福島民友さんの方にも出ていますということですねえ。毎日新聞にも出てたと思うんですけど、ちょっと見つけられなかったんですが、そして、こちらですね。はい、えー。イザさんの方にも出ています。そして、こちらの方ですね。これ、何、えー、て読むんですかね。XEXEQ というですね、どこにも今日の内容が出ています。 さらにはマピオンニュースにも出ています。そしてこちらですね、これ SDN マガジンというものでしょうかね、の方にも告知がされています。 そしてこちらですね、えー。よくわかんないんですけど、こちら、これは Google アラートなんで自動的に出てるだけだと思いますけど、みたいな形で、えー、たくさんのとこで告知も出ていますので、えー、よかったら皆さんですね、えー、毎日新聞も確か出てたのと思うんですけど、えー、見てみてください。はい。ということで、ではですね、残りの時間は今月に行いますセミナー講演の予定を紹介していきたいと思うんですけど、 はい、こちらからか見ていきましょう。はい、10月もう始ままってますね。1 0月1日、岡山県の岡山商工会議所の方で行いました、えー、生成 AI の売り上げアップ基本編がありましてこれ、11月にこの続編がありますので続編から参加もお待ちしておりますそして10月2日、えー、岡山県産業振興財団さんの方で、えー、採用に関するズームセミナーを行いましたということですね。 そして10月3日、宮崎県延岡商工会議所の,ので生成愛のこの基本編の話をいたしましたが、早くもこれの実践編を聞きたいという話が出ているので、もしかしたら実施されるか、もしくはです、ね、で個人的に実施があるかもしれないので、えー、宮崎の方はお楽しみということですね。そして10月4日にこちら2つですね、まあえー、研修というかです、ねまあ、ズームを通したコンサルが入ってまして、 そして明日なんですが、10月7日、新潟県の小ジ谷商工会所で、キャッシュレスってテーマでお話します。え、キャッシュレス今頃するんかよと思うんですけど、あの、参加者はね、さすがに少ないんですが、まあ、それでもキャッシュレスに興味持ってる人が来るんじゃないかなと思ってるので、ちょっとね、まあ、皆さんの人数も少ないんで、皆さんのレベルに合わせてですね、聞きたいことをお話しようかなと思っています。カスタマイズしてですね。そして、今月曜日恒例の長岡造形大学の情報リテラーシールありまして、10月8日、 福島県ののいいき法人会の方でで DXAI というテーマで講演いたしますで。この後ですね、移動しまして、山形に移動しまして、翌日、山形県の西川町商工会さんの方で、最新 SNS ということで、今回、個別相談になっているので、1時間ごとに刻んで、ですね、いろんなクライアントさんとか回ってですね、アドバイスするって形になっているので、西川町の皆さん、ぜひ参加を待ちしています。 はい、10月10日、群馬県の片品町商工会さんの方で、DXAI、特に観光にまつわる DX をお話してほしいということで、AI ですね、ズームを通して行います。これがですね、昼間にありまして、夜、大分県の津久み商工会所の方で、DX 三足実践セミナーの方を行います。そして10月11日ですね、こちら。 茨城県の鉾田市商工会の方で、生成アップ売り上げアップの、これ、基本って書いてるんだけど、多分基本じゃないな、実践ですね。これ、あの、この間、基本を行いましたので、その続きということで、実践編の方を行いたいと思っています。そして、また月曜日は長岡造形大学で、ジョフリテラシーありまして、10月15日、栃木県毛歌商工会所の方で、生成アップ売り上げアップ基本編の内容を行います。10月16日ですね、長野県佐久保町商工会、 これ2回講座になってるんですけど、まずは生成 AI の DX の基本編がありまして、そしてこれですね、ちょっとこれ主催者変わってますけど、長野県臼田町商工会の方で実践編ということで2段階になっています。これはまあほぼ同じですね。 はい。そして、10月17日ですね。えー、愛知県、えー、ガマゴ蒲リ商工会社の方でショート動画。これね、毎年お世話になってるんだけど、若干ずつちょっとテーマ変わってるんですが、えー、ショート動画の話をしたいと思ってます。今回は、生成愛の話も少し入れようかなと思ってますね。 はい。そして10月18日は、高知県の方に来まして、コンサルをやってきますで。10月21日もコンサルをしまして、10月21日ですね、長岡造形大学になりますね。そしてさっきの話がありまして、岡山産業振興財団さん。今回動画編集はこれリアルであります。これちょっとね、AI の話も今回しようかなと思っています。そして10月24日、企業研修がありまして、 大分、えー、県のつくみ商工会議所の2回目のズームセミナーがありまして、そしてさっき話した10月25日は鹿児島商工会議所、そしてその夜はネット別研究会があって、そしてまた、えー、コンサルがありまして、長岡造形大学がありまして、先ほど紹介しました日本テクノセンターがあります。そして今年ですね、滋賀県の東近江市商工会さんの方で、これ3日連続あるんですけど、最新 SNS の話をしまして、翌日に個別相談が。 あってその翌々でも個別相談がありましてその合間にですねえズームでえ大野町商工会の方で行うという内容になっていますということで盛りだくさんの内容になってるんですけどえ今月もですねみっちり講演の方をやっていきたいと思ってますのでぜひですねえお近くの方はですねえ参加いただければ嬉しいなと思っています。 え、あんたの町も多分幾度目ますので、え、12月以降、11月以降もですね、予定出てますから、ホームページの方でチェックしてみてください。はい、ということで今日は、2020年10月以降のセミナー講演の予定を紹介いたしました。ネットビジネスアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。